元気かい？坂本君、それに中岡君まで。あの時、君に任せきりにせず、一緒に彼らを訪ねるべきだった。ここまで来られたのも、坂本君が薩長をつないでくれたおかげだ。私は、恩を仇で返す真似をしてしまったのかもしれない。二人の分まで、我々が日の本を背負わねば、それが彼らへの、せめてもの詫びだ。悔やんどるんは、おいも同じじゃ。愛したらと思っと、腹を割って話してみるべきじゃった。こうなっては、おいたちのやることは一つしかなか。この国を良くする。そのために、すべてを尽くすつもりじゃ。おはんも、今ん状況は分かっとるじゃろう。話し合う時期は過ぎた。もはや戦うしかあるまい。徳川に新政府を牛耳られては、新しい世など来ない。君と我々の志は違うかもしれない。だが、数で劣る新政府軍には、一人でも多くの味方が必要だ。頼む。我らと共に、徳川と戦ってくれ。ありがとう。恩に着るよ。君の腕、大いに頼みにさせてもらう。策を伝えもそう。数で劣る我らが勝つには、敵軍本陣を潰し、士気をくじくしかなか。おはんにも、敵本陣を狙うてもらいたい。本陣が乱れたら、イギリス製の方で追い打ちをかける。共に、この国を変えようではないか。さあ、参ろう。侍たちと戦えるとは光栄だ。待っていたぞ。俺は新選組の近藤勇だ。我が伝習隊はもう戦いの準備を終えている。勅命が下された。今や我らこそ官軍、徳川は賊軍となったのだ。ついにやったな。やっと報われたってもんだ。天命は我らにあり、敵はもはや不合の衆でごわす。出陣。中心とする新政府軍、旧幕府軍による最後の戦い、戊辰戦争の幕が上がった。
Yeah!
Come on.
Yeah.
ゆっくり選んでくださいよ。どう使うか、どうぞ。コーヒGut! Oh, God! Oh, God! Yeah!
榎本の船を回してあります。一旦江戸へお逃げください。ならん。ここで俺が逃げては幕府は。それこそあやつの思うつぼ。今あなたが撃たれれば国中で大戦が始まりますぞ。片森殿、上様を復讐に取り憑かれた鬼か。してやるぜ。諦めぬぞ。敵の大将は逃げもした。今こそ天が与えた好機。幕府軍はすでに逃げ腰だ。みんな最後の死力を尽くしてくれ。近藤さん、撤退の時かと。ブリュネ殿を頼む。俺もお供します。刀の時代は終わった。だが俺は
刀なしに生きられん男だ。古き侍はここまでだ。トシ、お前たちは新しい時代の侍になってくれ。さあ行け。ブリュネ殿。数で勝る幕府軍だったが、徳川慶喜の退避をきっかけに敗北。勢いに乗る新政府軍は江戸へと侵攻を開始した。鳥羽伏見での敗北を機に求心力を失った旧幕府軍は将軍を追うように江戸へと撤退。旧幕府軍の命脈を断とうとする新政府軍との間に江戸決戦の機運が高まりつつあった。